何やか分かんない人、顔だけバーンみたいな、で なんかなんとかしかって書いてあって、しかか、キヌタシカだ、キヌタシカ、キヌタシカのね、あの警報ついてるね、みんな。は、キヌタシカってあるじゃん、インプラントのさ。知らねあ、そうだ、聞きたいことがあったんですよ、俺最近ね、アゲノマサトの近況、奥歯をセラミックにしたんですよ。え、めちゃめちゃ感じ悪い歯医者に当たっちゃって、いつもの人じゃなくて、はいはい、でね、もう本当に今までの人生の職場、家以外でお金を払った場所でこんなに嫌な思いしたことないけど、嫌な思いした、そんなに。でちょっとその先生でやってほしくないって電話をしたら、まあまあその時は落ち着いてたけど、もう本当に嫌な思いしてたから、もうなんか血が上っちゃって、でちなみに理由は何ですかって聞かれた瞬間にバーって言ったんですよ、うん、で次行った時に院長に、うん、何が嫌だったの、そんな、まあ、あ、まあ、あの本当に雑だったし、なんかそこの先生たちってもう言わなくて、もう分かってるようなことも、口開けてください、閉じてください、倒しますね、うん、ちょっと傾けますねとかすごい言うとこなのね、うん、なのにその先生本当に何も言わないし、もう最初から感じ悪かったの。質問ありますかって言って質問したら、なんかはぁみたいな、うん、なんかさ、ほら 目を隠されてるから結構音とか敏感になるじゃないですか、うん、でなんかそういうのも態度もすごく悪くて、で最後の質問した時もなんかね、結局銀歯のね、うん、あれ合わせるために行ったんですけど、うんうん、銀歯の型も合わない、うん、で俺の歯削るで、普通さ銀歯がなかったら銀歯削るじゃん、うん、で銀歯削っては回らないから俺の歯をめっちゃ削ったんですよ、うん、そしたら今日これで終わりですって言われたの、うん、で俺その次の日からベトナムだったから、うん、いやいやちょっと待ってくれと、うん、いやちょっとそれやんないと困ると思ったけど、まあすごい威圧的だったから言えなくて、しかも麻酔も刺して削ったんだよ、うん、え、何だったの、なんで削ったの、いや銀歯を作り直せよと思ったの、うん、で結局銀歯じゃないあの仮歯、うん、しかもすぐ取れる、もう 20時間ぐらいでもう取れちゃうような、うん、でそのまま旅行して2週間ぐらいですよね、帰ってきて、で次の時本当に来たくなかったけど、言ったら院長来たんですよ、うん、で本当に申し訳ありませんって理由を聞いて、本当に丁寧に接してくれて、で銀歯つけたんですよ、うん、で今日はお代いただけませんと、うん、あー分かりましたって、まあ本当に気分悪くてその時も説明したんだけど、うん、そしてもうここには来ないだろうと思った5時間後ぐらいに取れて、あら、もうすぐ電話して、そしたら次のカウンセリングでもう銀歯って1回取れたらもうつけんのまたあれになっちゃうから、ちょっとこれ提案なんですけど、あのセラミックって言ってそのまあ陰霊と呼ばれるやつでなんかクラウンでつけて、でそっちの方がポロッと取れることはないし、あの陶器と同じだから熱にも強いと、でそれでどうですかって言われて、もちろんお代はいただきませんと、で俺分かんなかったから銀歯でもいいけどと思ったけど、分かりましたって言って、そこから 3D プリンターのあれを取って、でまた2週間ぐらいかな狩場で過ごして行ったんですよ、うん、それやっぱすごいのね、パチンとはまってさ、接着剤つけて終わり。それからそれをやってほしいよね。そうだけどそれっていくらするか知ってる？5、6万するんですよ。え、保険聞いて？聞かない。あら、だって保険は銀歯だけだもん。そっか、うん、保険聞かないわ。でプラスチックとかにすると熱に弱いからまた取れちゃったりするから、なるほど、なるほど。で俺また海外行ったりすると歯はすごい高いから、うん、まあじゃあそれでって言って、で決まって帰って調べたらすげえ高いことに気づいて、やっぱ今もめちゃめちゃ調子いいしか、もういいんですけど、で聞きたかったんだけど、なんかさ、トモ君さ、なんか歯なんか裏黒いじゃん、なんで？え、でも本当の歯じゃないでしょ。え、あ、違うよ、きったな、虫歯だけじゃん。ここの歯どうしたの？え、わかんない、ギバギバなの？ギバ、あ、抜けたよね、なんかの時に抜けてた時あったよね、砕けたみたいな、ね、そう、それ虫歯で、虫歯か分かんないけど、なんかその外部的圧力か分かんないけど、なんだろうね、なかった時あって、そう、なんか調べたんですよ、そしたらめちゃめちゃ細く削って、その上から白いの、あ、銀をかぶせて表面だけセラミックみたいなのもあると、うん、でそれはちょっと値段分かるんですけど、だから、うん、そういえばあとダイゴとか、あの、うん、千鳥の笑うとさ、あ、黒いね、ここが、だ本当の歯じゃない人ってすぐ分かるんですよ、はいはいはい、だからどう、なんでと思って、え、本当の歯、それはギバ、ここ、ギバじゃあ一回ここ全部削ったの、ね、こう猫みたいな、覚えてねえな、気絶してたんじゃない、じゃあ気絶したのかな、あ、そうなの、マジ覚えてない、でかすごい虫歯だね、奥歯それ、やめはないで、え、そうだけど、そうだけどこんな虫歯の人見たことないっていうぐらい虫歯だったんですけど、ね、上だけね、上だけね、下はなんもない、ほら痛くないの、そん、あ、ほんとだ、下は綺麗、上すごい穴開いてるよ、ボコリ、わかる、ボコリってギンバしたほうがいいよ、谷川俊太郎か、ボコリ穴開いたじゃないの、保険あるんだよね、え、保険入ってるよ、入ってるわ、クソ配信が当たったのよ、私も、ほうほうほう、もう
前歯まず前歯が欠けて、うん、前歯というかこのここが、うん、でその何も相談なしに銀歯入れがったのよ。うわその前歯の銀歯って保険聞く？聞くんだけど、いやそのだからさ、心理、そのさ、見た目にさ影響するとこって聞くじゃん。その、うん、白いさプラスチックのさ歯もあるから保険そう、保険、いや銀歯だったら聞くけど、あのプラスチックは聞くよ。プラスチックはね、うん、聞く。セラミックは聞かないけど、うん、そうで、そっちどっちか悩ますとか言うじゃん、うん、そのここ見た目のさ、うん、ところから結構笑ったらね、あのほらホームアローンの泥みたいな、ハリーね、ハリー、ハリー、ハリーね、そう、あー、ハリーか、そうか、ハリーかマーブか分かんないけど、ハリー、ハリー、ハリーとマーブ、おいマーブーって言ってたもん、そうそうそう、あのアフロのマヌケだもん、そうそうそう、笑うとさ、銀歯が見えちゃってたの、そう、それの何も言わずに入れやがってさ、クソじゃん、その時点でもう不信感がずっと、ってか歯磨いてなかったもんね、高校の時から、磨いてる、いやいや、ずっとガム噛んでた、俺知ってるわ。でさ、ソフトボールの時足つってぶっ倒れた時にさ、なんかあの噛みすぎてあの粉々になったガムがベロに張り付いて、あ、箱に張り付いてたんだよ。それであの瞳が助けに行ってさ、トゥム大丈夫みたいな、まだ覚えてるわ。きったね、こいつまたガム噛んで、いや磨いてなかったの知ってんだよ。離れに住んでたでしょ全然磨いてなかった、離れに住んでるけど、いや毎朝磨いてましたよ、別に。あ、そう、夜は磨いてなかったの。うわなんで夜こそ磨けよ。夜こそ磨けていいよ、本当に。夜こそメットかぶれよ。何っていうか、何さ、ソフトボールでぶっ倒れるってマジ海よかず全然覚えてない。え、嘘、うん、ソフトボールで、うん、あの大会があって、なんかトム君外野守ってたのね。おそれでパーンってボールが飛んでいきました。おそしたらそのボールが頭を越えていきました。転びました、出川みたいに。コテってこけたら、なんか倒れて動かなくなって、その時めっちゃ口をあーって開けてたの、痛そうに。でも、まあ、ちょっとさ、滑稽じゃんみんな笑い、俺たちはね、笑いながら何やってんだよみたいな、いや爆笑よみんな、トモ君こけて動かないし、うん、ゲームストップだし何やってんだよって言ったら、トモ君口のあのなんか裏にガムのなんかカスみたいにいっぱいついててガムつけたんだよね、白い。そう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 、あのだから気持ち悪い、プレゼントみたいにこう、いや、しかもそれがぺったりあの形状があるんじゃなくて、うん、粉々になってて、あ、だから多分その噛みすぎて、あのチョコと一緒に食べてる時みたいな、だから多分その長時間噛んでたから超キモいと思ってそれが分かったら多分俺だけ でみんなは足の心配してて、で、つったつったって言って、つった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 たたたたって言ってて、いやーキモと思って、俺は一人分かってて、こいつ歯磨いてねえからだってそう言わなかったけど誰にも。だからそうで、AD 時代とかね、トモ君のって会うたびに前歯が黒くなってることに気づいたの俺は神経も死んでると思ってだから銀歯の話は知らないけど、それで勝手に銀歯されちゃったんだ。そう、勘弁してほしいよ、ね、終わりそれで終わりなのね。勘弁してほしいなっていう、あ、話ね。それでそっから、んそれでそっから、もうそっからもうだからもう半年ぐらい行ってない、歯医者。え、いやいや違うじゃん、そので、その引っ越したじゃん、私引っ越したからさ、はいはいはい、その新しいその新天地の歯医者というかさ、やっぱ自分の地域に根ざした歯医者、うん、そうちょっとなくてさ、うん、ね、うん、絶対元和食のお店だったな、うん、あ、ほんとだ。もうどんどんね、あの店っていうのは今潰れるでしょ。デベデイデベデイデベデベデイ、若者が行く店は潰れて、どんどん整体とフィットネスと老人デイケアみたいになってきますよ。なるほど。もうどんどん減ってきます。元ね、なんとか屋だったんだろうなみたいなのが多くなって、うん、それなんでな。いや言ったじゃん今理由、若者が減ってるからだって言ったじゃん。聞いてた、みんな情報いっぱいあるから聞きな、みんなマジで歯医者行った方がいいよ、ともくん。行きたい、本当に歯って大事。いや、わかる。だって食べたいもん食べなくなる。鬼わかる。